外と簡単に見つかったわ。何探してたの？今年の卒業アルバム。みっけ、水泳部の写真。え？ほら、卒業アルバムには大抵後ろの方に部活の写真が載ってるでしょ。もちろん名前とクラスも一緒にね。なるほど、それでさっきのメンバーの名前をはっきりさせようってわけ。あったり、私も学校の前生との顔と名前を覚えてるわけじゃないからね。休校だから人に聞いてると時間がかかりそうだし、かといって先生とかにも聞きづらいでしょ。あんな事件の後だけに。でもよく思いついたな。今は新年度の始業式前だから、さっき部室にいたのは3年生と2年生ね。入学式も延期になってるから1年生はまだ入ってきてないしね。その通り。ってことはこの写真の中には当時1年生と2年生だった彼女たちの姿があるはず。浅間瞳、岸本美穂、石井逸子。どうやらこの3人が今の3年生みたいね。つまり私たちの上級生で、残りの藤崎双葉と永山翔子、この二人が二年生、僕らと同級生ってわけか。着いたところで、めぐる君にプレゼントがあるんだけど。え？
めぐるくん、頑張ってね。ちょっと待ってよ、なんで僕が立花さんの宿題をやらなきゃなんないのさ。さっき水泳部の部室で役に立たなかった罰よ。めぐるくんは私の助手なんだから、それぐらいは当然よね。何が当然なん。部長命令、つべこべ言わずにさっさとやる。学校の鼻つまみ者にはなりたくないでしょ。じゃあこっちをやるよ。どうしたの？山内先生のこと調べてるんですよね。まあそれはそうなんだけど、確か藤崎双葉ちゃんよね。あなたは何か知ってるの？助けてって、それは…もう耐えられません。我慢できないんです。どういうこと？何があったの？中庭で待ってます。
何があったんだろう。わからないわ。でも何か知ってることは確かね。話を聞きに行くしかないでしょ。ちょっと待ってよ。もしかしたら藤崎さんが犯人という可能性もある。今ももう耐えられないとか我慢できないとか言ってたし。なるほど、言われてみれば確かにそうね。じゃあどうすればいいのよ。そうだな。やっぱり待ち合わせ場所に行こう。藤崎さんの話を聞くのが今のところは一番確実な気がする。それもそうね。じゃあ早速行きましょう。ですね。そりゃもちろん来るわよ。で、早速なんだけど、さっきの話の続きを聞かせてくれない？助けてほしいんです。それはさっきも聞いたけど、どうかしたの？私たち山内先生に死神の呪いをかけてたんです。死神の呪い？方法は至ってシンプル。夜の教室を訪れて憎い相手の机に4って数字をなぞるだけ。ああ、なるほど。そうすると死神がその相手のところに3の神、つまり霊の宣告を届けてくれるってわけか。そういうこと。共犯者が多ければ多いほど、そしてなぞった回数が多ければ多いほど呪いの効果が高くなるって言われてるから。
年冬休みに沖縄へ行って体力をつけるための合宿を張るんです。ちょっと前になりますけど、その冬休みの合宿中に水泳部である事件が起こったんです。